じゃあ静かだね。よろしくお願いします。はい、先輩よろしくお願いします。いやいやいや、あの秀幸、お願いします。何歳になったの？今58です。58、ええ、はい、年になったね。トレンディエースが、いやいや、近鉄時代かつてのっていう話ですけども、かつてのな、もう大昔です。はい、でもこの度、はい、ジャイアンツの投手チーフコーチ、はい、ありがとうございます。素直におめでとうなんて言えないんだよね。まあ、でも今年 の、 あのジャイアンツの成績を見ると、はい、投手のね、はい、コーチが決まってですね、いろいろ LINE とかメールをくださるんですけど、いろいろ大変だろうけど頑張ってっていうのがもうほとんどの文章内容で。これさ、ジャイアンツから誰からまず連絡したの？監督です。原監督、はい、直接、はい、なんて言われたの？いや、まあ、あの力貸してほしいというような、そういうメッセージで。即答したの？あの時間いただきました。どのぐらい？まあ、2日ぐらいですかね。それ何考えたの？やっぱ即答よりも考えた方がいいかなと思ったの？はい、まあ、あと周りの人の考えとか、うんうん、まあ、俺にはなかったの。すいません、全然相談も何もなしに行っちゃうんだ。すいません、行っちゃう。確かにあのプロ野球ニュースで何度かご一緒させてもらったんですけど、すいません。いやいや、どんなこと考えた？まず今どういうチームかということと、うん、まあでも解説とかやってましたので、うん、チームの、まあ、状況は分かってる、ね、そうですね、その辺は分かってて、うん、まあ、あとは自分は1年空いたんですけど、それまで中日やってたので、そうそうそう、はい、でも1年空けたっていうことは良かったことでしょ、はい、すぐはだったらきついじゃん。そうですね、うん、はい、何が決めてんだと、まあ、やりがいっていうところですね。はい、どういうやりがい、まあ、若手のピッチャー多いよな。そうです、はい、その後球団の代表補佐とも電話で話したりとかしたんですけど、やっぱり若い目が出てきてるということで、うん、やはり今後のことを考えて、そういう投手の強いチームを作りたいというところで、やっぱり声かけてもらったんで、うん、あのさ、まあ、例えば俺野手じゃない、はいはい、で大体こういうタイプはこういうふうに教えていけばいいっていう、ある程度頭の中にノウハウはあるつもりなんだけど、はい、ピッチャーってやっぱそういうものがあるの、育てるのに対して。2軍とかですとそういうのはすごく考えなきゃいけないんですけど、うんうん、まあ、一軍ですから、うん、やはりどうやって戦っていくかってことですね。お、かっこいいね。違うな、やっぱチーフ。いや、もう、いや、ちょっと待って、戦うって、はい、じゃあ精神なの、それともやっぱり技術ももちろんそうなんだけども、はい、まずは精神なの。まあ、そういう精神を持ってるピッチャーを使うっていうのは、うん、理想です。まあ、そうだね、はいはい、向かっていくっていうね、はい、あとはもうどういう編成を作るかってことですね。あ、だからまあ先発ローテーションがこうで、はいはい、中継ぎがこうで、はい、抑えっていう、はい、まあ抑えが決まってるよね。そうですね、でも分かんない、はい、まあそこが一番は期待してます。ああ、抑えはね、はい、はいはいはい、どういう編成があるの？まあやはりリーフブルペンですね、うん、ブルペンにある程度こう、まあ、ベンチもそうですけど球場のファンも、うん、あ、今日は勝てるかもしれないと、うん、勝てる確率がかなり高いっていうような安心感が与えられるブルペンを作らないと。まあ、例えばさ、はい、これ言えるかどうか分かんないけど、はい、中日に期待していることと、はい、ジャイアンツで期待していることっていうのはやっぱりチームが違うと違うでしょ。はい、違います。やっぱジャイアンツって負けれない球団じゃない、はい、そういう意識はあるの、やっぱり。まあ、考えだと、まあ、どれぐらい負けても大丈夫かっていうことは少し考えます。お、はい、逆にね、はい、それもシーズン始まってみないと分かんないじゃないですか、うんうん、ヤクルトのように、うん、今年のようにかなり初優勝しましたよね、うんうん、確かあれぐらいいくとそうも余裕なくなってきますけど、うん、だから相手を見ながらこう組み立てていくとか。そうですね、まあそういうことなんだ、はい、まあ、中日の時はどうだったの？僕が見た、まあ、あの中日になる時は監督が与田剛、うん、同級生だよね。一級下なんですよ。あ、一級下なの。はい、昔から野球教室などをよくやってて、うん、移動の途中とか、うん、いつか一緒にユニフォーム着れたらいいなみたいな、そういう理想を持ちながら過ごしてきて、うんうん、どっちが監督になるかもわからないですけど、うん、なったらみたいなことは
たまに言ってたんですね。念願かなったんです。そうですね、与田が監督になったんで、まあ、ぜひっていう、まあ、自分もそこはついに来たという気持ちで。なるほど、はい、平たく見てよ、はい、中日の投手陣と、はい、今のジャイアンツの投手陣とどっちがいい質が、今 そこをあの振り返るとですね、中日がに行った時っていうのはドラフト1位で入ったピッチャーたちがみんな活躍があまりできてなかったんですよ。お、はい、例えば誰、大野雄大、お柳、お小笠原、お、はい、まあ、柳も小笠原も若かったよね、まだね、入ったと。そうですね、はい、入ってすぐぐらいだったよね、はい、小笠原は、もう4年ぐらい経ってたんですかね、うんうんうん、まあ、開幕投手もしたことあったんですけど、うんうんうん、で勝ち星が思うように伸びてない、うん、柳はドラフト1位で競合したピッチャーなのに、うん、なかなか一本立ちできてない、うんうん、大野は、まあ、ジャパンにも一時期は選ばれたんですけど、うんうん、ちょっとこう、まあ、ちょっと下降戦だったよね。そうですね、ちょっとなんかやさぐれてる感じがあった。もともと力がある人がなんでこうなったんだろうっていうところから始まって、そこをやはりこうこんがらがってる部分を少しずつ解いてって、うん、何がこんがらがってたの。まあ、その辺は、人間関係であったり、あ、そういうことね、はい、いろんなものもあったようです。それは何、チームの中での人間関係っていうのは。そうですね、はい、それちょっと深く聞きたいけどなかなか言えないね。ですね、はい、やっぱり感情ですからね、それは。まあ、そりゃそうだな、はい、あの何かこう大きなトラブルを起こしてそうなったってわけじゃないじゃないですか、うんうん、個人の感情がこうだんだん分かり合えなくて、うん、背を向け出してっていう、もうその後大きな溝になってしまいますから。それは選手間なの、まあ、コーチ間なの。多分いろいろあったと思います。はい、なかなかこうかわすのうまいね、はい、スッスッとかわされてる感じがするんだけど。豊さん、あの名古屋って独特なチームもあるんですよ、うんうん、ですごく先輩後輩の敬意を払う部分って強いんですね、うん、それこそ大学の野球部みたいなところがあります。じゃあその選手はもういなくなったんだ、うん、ですかね、だん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 やっぱり月日が経ってそういうことがあるんでしょうけど、俺人間関係でどうのこうのっていうあんまり経験がないから、うん、なんかあった現役の時そういう人間関係みたいな。結構あります。あった。はい、例えばやっぱりトレードとかになるってやっぱりそういうことだと思うんですよ。まあ結構昔はこう言ってるタイプだもんね。そうですね、はっきり人にある程度合わせられる反面、うん、合わせられるから納得いかないことが起きるんですよ。一匹狼みたいな人の方が楽でいいじゃないですか。ああ、そうだね、はい、周り気にしないですから、うん、はい、まあ、YouTube 始めて、はい、割と楽になったよ、人間関係。はい、それはやっぱ一匹狼で、はい、自分のチャンネルだから一生懸命やればいいという、はいはい、監督体質ですね、豊さんね。じゃあ監督しかやらないよ、これ。多分そういうそういう風に言う人ってそうなんですよ。監督ってやっぱ全部自分で決めれるんで。ああ、はい、じゃあ、あのもそうでしょ、はい、監督体質でしょ。いや、そんなことないです、僕はもう大丈夫です。じゃあ、一時期は監督体質だったんだ、自分でこう何でもこうパッと決めて、で、今は柔軟に対応ができるようになりましたみたいな。柔軟性は出たかと思いますけど、はい、柔軟の塊だよね。そう、いや柔軟のなんか塊のようなそんな感じがするけど。そうですか、はい。昔はなんかやっぱりこうルーキーの時から活躍したじゃない。で新人王まで取って鼻っ柱もこう強くなっただろうし、やっぱ近鉄という球団で生き延びるにはやっぱ強くなかったらいけなかったと思うし、ちょっと喉が渇いてきた。選手時代はでもそれで良かったですよね。まあそのぐらいじゃないとダメだよね、はいはい、逆に、はい、自分の技術を買ってもらってるぐらいな気持ちがありました。まあ、そうだ、うん、飲んで潤して、まあ、すごい変な汗かいてきた。いきなりこう立ち上がりがこうスムーズに立ち上がれるかと思ったらピンチの連続で、その方が後でこうスムーズにいくから上り調子になっていくから、ね、そうか、名古屋っていうのはやっぱり独特なんだ。そうですね、あのファンもそうですけど、これ中日が第一なんですよ。うん、まあそりゃそうだよね、はい、意外と他球団のこととかそこはあんまり考えずに、うん、他球団との戦力比較とか解説とかやると、うん、するじゃないですか、うん、あんまりそういうのなくて、
今年も5人ルーキーが入ってきて、うん、この人たちもみんな大活躍すると期待して、うん、まあ例えば近鉄大阪行ったわけじゃない、はい、で東京戻ってきてジャイアンツ行って横浜行ってみたいな、はい、どこが住みやすかったの？まあ、最後落ち着いたのは横浜ですね。やっぱり、はい、まあ、出身だもんね。はい、なんかこう地元の話とか聞くとちょっとホッとしますよね。ああ、そう。はい、もう大阪の時ってもう一切ないわけですよ。僕の出身高校って甲子園も出たことないので、高校の名前言ったところでへえ、しか答えが返ってこないんで。でも相模に行く予定だったんだろ？予定じゃないです。もうあのちょっと話があったようなんです。あったんでしょ、はい、で受験して県立高校か、はいはい、そう、公立行ったんでしょ、はい、で塾通って、あ、塾通いました、はい、ちょっと変わってるよね、やっぱりな、おかしいな、なんか豊かさんに変わってる変わってるって言われた。いや、俺変わってるか、豊かさんはやっぱりどうですか、なんか自分が、まあ、ブレないものは持ってると思うんですけど、うん、人に合わせないじゃないですか、あんまり。え、そうマジで、はい、合わせない、はい、どういうところが。え、どうなんですかね。いやいや、俺の我が道行ってる、そんな感じがしますけど、はい、女房にも言われるんだよ、はいはい、一人で生きていけそこまでは知りませんけど、はい、はい、はい。